今だって貸し出し中じゃないし、ニコニーがおすすめする本にみんな飛びつくと思ったんだけどな。ニコさん、借りていく人が少ないからってその本の魅力が損なわれるわけじゃないずら。本との出会いは人それぞれだよ。いつか誰かに届くかもしれないし、気長に行こうよ。花丸が言うことにも一理あるけど、それでもニコの宣伝不足かもって思うと悔しいわ。せっかく気合を入れて本の展示を作ったのに。そう、朝食パンケーキがすっごく可愛いの。あ、確かにおすすめしたいところがありすぎてパンケーキのところは入れてなかったわ。そうね、試してみましょう。ホットケーキミックスがベースだから誰でも簡単に作れるはず。砂糖と卵を多めにしてるから黄色くて可愛らしい見た目になるのよね。うん。これで朝食パンケーキの完成よ。二人とも食べてみて。うわー、おいしいずら。こんなにおいしいレシピがエッセイに載ってるなんてびっくりだね。今すぐ展示内容を追加するわよ。これはもらったわね。本当？やったわ。ニコさん、すごいずら。本って強く紹介する必要はないって思ってたけど、いい本を積極的に紹介するなんていいことだね。でしょ？いいものはいい。みんなに伝えていかなくっちゃね。